はい、ゴールデンウィークの中日ありがとうございますね、聞いてくださってね。5月の今日は4日ですかね、さっちゃんのハローホームタウン生放送無事終了いたしました。ありがとうございます。非常に楽しませていただきました。ありがとうございます。そうそう、ちょっと皆さんご紹介しましょうか。じゃあ一言お名前と感想を。ザビエル鈴木です。今日はありがとうございました。美容研究家、いろんな方もね、メイクももちろんされてますけど、ご本も出版されてます。はい、愛と美の伝道師です。リーデザイン、生き生き輝く、そういう本を出してます。ザビエル鈴木さんで検索していただければね、はい、出てきます。出てきます。そして、すいません、杉原哲也と申します。中年リベレーション協会というですね、まあ、ボランティア団体なんですけれども、いろんなところに、防護を届けたりですね、そういった活動をしています。今日は本当に楽しませていただきました。声をかけていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございました。愛知からお越しくださいまして、まあね、お仕事でこちらいらっしゃるって方だったんですけど、はい、まあ、おじい様のお兄さんですが、こちらです、杉原千畝さん。東洋のシンドラーとかね、よく言われたりしてますけども、リトアニアで第二次世界大戦の頃ね、まあ、ナチスドイツの迫害からもう一生懸命もう逃れようとビザを求めてやってきたのがこの杉原千畝さんがいらっしゃる旧日本領事館なんですよね。でそこでその千畝さんのね、思いを受け継いでこのようなボランティア活動をされているってことですよね。こちらあれですか、どちら、これがスリランカですね。スリランカ、はい、いやー、スリランカここもですね、山奥の学校なんですけど、150人ぐらいの生徒さんがいらっしゃるので、結構大きな学校なんですよね。でも3分の1は靴がないんですよ。だからみんな裸足だし、非常にぬかるんだりですね、雨も多い地域なんで、非常にその過酷な、彼らにとってみたらそうでもないんでしょうけど、私たちから見ると非常に過酷な生活をしている人たちなんですよね。そこに鉛筆を持っていた時のことです、ね。私もスリランカ行ったことあるんですけど、はい、電気とか通ってないですよね、ちょっと行けば。コロンボとかは別ですけど。やっぱりその寄付とかボランティア活動なんていうと、どうしてもその、まあ、いい加減だったら失礼ですけれども、おざなりなものになりがちなので、届けています。素晴らしいです、ね、素晴らしい。なんかこれからもこの活動が広がっていけばいいなとすごく感じています。ありがとうございます。そして、はい、中年リベレーション協会で家来をしております、鈴木ルミと申しますが、仕事上のボス通常は、はい、杉原の仕事上は杉原のボスの鈴木と申しまして、脳波調整をしております。ブレインスパという会社すごいですね。なんかじゃあお二人で結構ご移動されるわけですよね。そうですね、別々に飛んで、まあ、とんでもないところで落ち合って、スリランカで落ち合って、まあ、それで10人ぐらいずつですね、待ち合わせをして、そして山の中に入っていくんですね、それはとてもすごい山の中ですので、交通手段なんかもなかったり、今日ですね、すいません口挟んで、非常にお話の中で実感したんですけれども、もともと脳波とその中年、はい、リベレーション協会というのそういう人間性に関してのことっていうのは非常に共通点があった。私の中では非常に落ち着いてたんですけれども、今日ザビエルさんのお話を聞いていてですね、まあ、ザビエルさんの、頭文字のが X だと、それは、はい、人間の未知数を表すというような、もうそれはもう私たちの本当に言いたいことに非常に通じる、そのままのことを感じて、なんかすごく嬉しく感じましたね。ね、なんかね、気持ちが似てるっていうか共通の思いね、すごくそういう気がします、はい、もう本当今後楽しみですね。そしてザビエルスの妻です。今日は楽しかったです。ありがとうございました。もうね、すごいです。なんかね、言葉がなく通じ合えてるんですよね。私ヘアメイクしていただいたことありますけども、そうですね、言わなくても分かる。ありがとうございます。夫婦ってこうなんだ。でまたこっち二方が面白くて、今日は途中で立場が逆転されたとか、はい、三重から今日お仕事ね、こっちに。今日440キロ走ったんですけど、はい、220キロぐらいですね。
ギャル立場がね、本当皆さん今日はね楽しい放送どうもありがとうございます。さっちゃんとみんなの歌2000人に届けたいと今一生懸命やっているところなので、協力してくださる方はさっちゃん事務局まで、もしくはさっちゃんまでご連絡ください。よろしくお願いします。そして皆さん今日の放送はですね、来週再放送です。再放送は5月の11日20時から FM868 越谷 FM にチューニング合わせてください。本当にね皆さん今日は貴重なお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。